ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターシリーズの登場人物一覧、アルバス・ダンブルドア・アールバス・パー・シバルール・フリック・ブライアン、ダンブルド・アは、JK ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズ及び、その派製作品に登場する架空の人物。主人公のハリー・ポッターが入学することになる、ホグワーツ魔法魔術学校の校長であり、ハリーの恩師となる人物。魔法に関する研究や、 闇の魔法使い、ゲラート・グリンデルバルドとの決闘など数々の業績を築いた20世紀で最も偉大な魔法使い。多くの人々の尊敬を集め、闇の魔法使いボルデモートが唯一恐れる人物でもある。全館、アルバスはラテン語で白を意味し、しばしば禅の象徴として用いられる。パーシバルは、 アルバスの父親のファーストネームを取って名付けられたと思われるが、アーサー王物語にも同名の騎士が登場する。語源はピアーストバルで谷を駆け抜けるものとされている。ウルフリックはウルフパワーを意味し、伝説の英雄、ベオウルフを思わせる。ブライアンは強い、気高いなどの意味がある。ダンブルドアは古いデボンの言葉で丸花鉢を意味する。作者は 音楽好きで鼻歌を歌いながら歩き回っている、イメージでダンブルドアと名付けたという。長身で父親にのキラキラしたブルーの瞳と半月型のメガネがトレードマーク。長い鼻は少なくとも2回は折れ曲がっている。髭と髪が長く、若い頃は飛び色で、年老いてからは銀色。左膝の上にロンドンの地下鉄地図の形をした傷がある。 学生時代まで1881年夏、モールド・オン・ザ・ウォルドに住む、魔法族のダンブルドア家に、パーシバル・ダンブルドアとケンドラ・ダンブルドアの長男として、生まれる。1883年から1884年、ゴルには弟アバー・フォースと、妹アリアナが生まれる。幼少期は、母・ケンドラから、銀遊詩人、ビードルの物語を読み聞かされたりしていたほか、 秘密主義を学んだとされる。1891年から1892年頃、妹アリアナが裏庭で魔法を使っていた際、3人のマグルの少年に暴行され、以降アリアナは精神不安定となりたびたび魔力を暴発させるようになる。父パーシバルはアリアナを襲ったマグルの少年に復讐し、アズカバンへ投獄され、これを機に、 ダンブルドア家はアリアナを安全に守るためにゴドリックの谷へ移住した。ただし、アルバスは妹につきっきりだった母や妹が一番懐いていた弟ほど妹の面倒を見なかったとされる。1892年、ホグワーツ魔法魔術学校に入学、グリフィンドール寮生となる。入学時は、マグル嫌いの犯罪者の息子という悪評を背負っていたが、入学して数ヶ月後には、 そのような悪評もなくなり、一年生の終わりには、ホグワーツ校を始まって、以来の秀才と言われるようになる。在学中は監督生と主席に選ばれ、学校の賞という賞を総なめにし、論文が、変身現代や、呪文の挑戦、実践魔法薬などに掲載される、ウィゼンがもっと最高裁への英国青年代表に選ばれる、秀でた、呪文術へのバーナバス・フィンクリー賞や、 カイロ国際錬金術会議での革新的な論文による金賞を受賞するなど、数々の栄誉に輝く。NEWT 試験でも、変身術と呪文学の試験官、グリセルダ・マーチバンクスに、これほどまでの杖使いは見たことがないと評された。交友うう関係については、アルバスは入学初日に、エルファイアス同時と友達になり、アルバスは彼ら友人を常に喜んで助けていたり、 激励していたとされ、友人たちもアルバスを模範生として見習っていたとされる。また、在学中より著名な魔法使いとの手紙のやり取りをしており、アルバスが交流していた相手は、近所に住む魔法師屋のバチルダ・バグショット、錬金術師のニコラス・フラメル、魔法理論家のアドルバート・ワフリングなどがいる。1899年、同時と行くことを予定していた。 卒業記念旅行の出発前夜に母、ケンドラが死亡。弟、アバーフォースをホグワッツで学ばせ、家に残される妹、アリアナの世話をするために、ゴドリックの谷に泊まる。しかし同年夏、ゴドリックの谷を訪れたゲラート・グリンデルバルドと、行き投合。自分の才能を発揮する機会がないことを嘆いていた、アルバスは、自分同様優秀なグリンデルバルドに魅了され、 アルバスは、グリンデルバルドの死の秘宝を探しまぐるを支配する計画に夢中になり、妹の世話をないがしろにする。しかし二人の計画にアバーフォースが反対し、アバーフォース、グリンデルバルドとの三つどもへの争いになり、これに妹が巻き込まれて亡くなる。この事件を受けてグリンデルバルドは、ゴドリックの谷を去り、後に対決するまで二人が、再び会うことはなかった。妹の葬儀では、 妹の死を弟に責められて、花をへし折られた。その後、物語開始以前その後、母校の変身術教授に就任。1920年代頃、当時ホグワーツの生徒だったニュート・スキャマンダーが、魔法動物で人間の命を危機にさらした罪で、追放された際に、一人だけかばい、イギリス魔法省で働けるよう取り計らう。1938年には、 トム・マール・ボロ・リドルにホグワーツ入学を進め、1943年にはトム・リードルに罪を着せられて退学処分になったルビウス・ハグリッドを森版としてホグワーツに残れるよう取り計らっている。1945年トム・リードルが卒業、リドルはホグワーツの闇の魔術に対する防衛術の教授の座を欲するが、教師という立場を使って生徒を 自分の思想に導き仲間を増やすのが死亡臓器と見抜いたダンブルドアは当時の校長アーマンド・ディペットに採用しないように進言した。同じく1945年には闇の魔法使いとして勢力を広げていたグリンデルバルドと決闘し勝利。この時、グリンデルバルドが持っていた庭とこの杖とその忠誠を得る。カエルチョコレートについているカードによると この他にもドラゴンの地の十二の使用法を発見したり、ニコラス・フラメルと錬金術の共同研究を行ったりと数々の功績を残しており、マーリン君章君一等を授与されているほか、大魔法使い、魔法戦士隊長、最上級独立魔法使い、国際魔法使い連盟議長、ウィゼンガモット最高裁主席魔法戦士、といった肩書きを獲得した。1956年頃、 母校の校長に就任。校長に就任して間もなく、再び、トム・マール・ボロ・リドルが教授になることを頼みに来るが、ダンブルドアはこれを断っている。この時より、闇の魔術に対する防衛術の教授が1年以上、教鞭を取ることができなくなった。また、この時のトムの態度から、ダンブルドアは、トムの改心は、不可能と判断し、以後は妥当ボルデモート運動に力を注ぐようになる。 1970年代頃、ボルデモートが暗躍し始めると、不死鳥の騎士団を結成して、ボルデモートに対抗する。この頃、ダンブルドアは、名前を呼んではいけない、あの人が最高潮の時の力にも対抗できる、唯一の存在と言われるようになっていた。ボルデモート自身もダンブルドアには一目置き、戦おうとはしなかったが、ダンブルドアもすでに、 ボルデモートを力で強制できる次元は等に過ぎ去ったことに気づいており、ボルデモートと戦う術すらわからない状態にあった。ダンブルドアは、ボルデモートの弱点を探るために、その過去を調べることで、ボルデモートに対抗しようと考えた。ボルデモートの過去を追求したダンブルドアは、ボブ・オグデンや、モーフィン・ゴーンと、ホキーの記憶を集めた。その結果、ボルデモートが、 文霊箱を作成したことを予想した。1980年頃、ボルデモートの力はすでに史上最強と言われるほどに高まっており、それにもかかわらずその力を天井を知らずに増していく一方だった。そんな時、シビルトレローニーがボルデモートを打ち破る可能性のある子供の誕生を予言する。盗聴していたセブルス・スネープがボルデモートに報告したことにより、 ボルデモートは予言の子を、ジェームズ・ポッター、リリー・ポッター夫妻のもとに生まれる子だと決め、ボルデモートに、ポッター夫妻が狙われるようになる。この時より、ポッター夫妻の保護を考えるようになる。また、好意を寄せていたリリーが狙われるようになり、スネープがボルデモートを裏切って、ダンブルドアに、リリーの保護を申し出る。ダンブルドアはスネープに、ポッター家全員の保護を願うようにと悟し、 以後、ボルデモートを裏切ったスネープをスパイの任務に着かせる。作中1981年10月31日、ポッター夫妻がボルデモートに殺され、ボルデモートが失踪すると、ボルデモートの死の呪いから生き残ったハリー・ポッターを、親戚のペチュニア・ダーズリー一家に預けた。スネープには、リリーの意志を継いでハリーを守るようはとす。1991年9月1日、ハリー・ポッターが、 ホグワーツに入学。スネープには、クイリナスクイレルの見張り、および、ハリーの命の保護を命じる。また生前のジェームズから借りていた透明マントを、クリスマスプレゼントとして、ハリーに贈る。1992年6月、ハリーをクイレルとボルデモートから救う。1993年、ルシウス・マルフォイの策で一旦校長を定職になるが、不死鳥フォークスの助けにより、 ハリーが事件を解決すると、再び校長に復帰。ルシウスはホグワーツ理事を辞めさせられる。この事件の後、日記が分類箱であることが判明し、ボルデモートが複数の分類箱を作成した可能性を考えるようになる。同年夏、シリウス・ブラックがアズカバンを脱獄。ダンブルドアは学校に旧婚機を配置することを了承する。百九十四年六月、 シリウスが無実であると知り、ハリーとその友人ハーマヨニーグレンジャーに逆転時計で救助するよう提案する。同年、ホグワーツで三大魔法学校対抗試合が行われ、ボーバトン魔法アカデミー及びダームストラング専門学校の教職員及び生徒を受け入れる。1995年6月、ボルデモートの復活に伴い、アラスタームーディに変身していたバーテミウス。 クラウチジュニアに真実薬を飲ませて様々なことを聞き出す。ボルデモート復活を信じない魔法省と決別し、不死鳥の騎士団の活動を再開する。また、復活の儀式の様子をハリーから聞き、ボルデモートが複数分霊箱を作成したと確信する。以降、魔法省の策略によりダンブルドアは苦境に立たされることになる。また、 ボルデモートと精神がつながっているハリーとは距離を置き、スネープにハリーの平神術の訓練を命じる。1996年、ダンブルドア軍団の活動が明るみに出て、魔法省によって校長を抵職させられる。その後、神秘部の戦いに参加し、敷居人たちを捕らえる。その後、ボルデモートと対決し、残る敷居人のベラトリックスレ・ストレンジと共に退散させる。 この戦いにより、魔法小職員がボルデモートを目撃し、その復活が公にされる。また、ハリーに予言のことを告げ、校長に復帰する。死1996年の夏、分霊箱にして、死の秘宝の一つでもある、蘇りの石が埋め込まれた、マールボロコーンとの指輪を発見するが、家族に会いたいがために指輪をはめ、分霊箱を保護する呪いを受ける。スネプの処置で、 一命は取り留めるものの、一年以内の死が確定する。近い将来、ボルデモートが自分の持つニワトコの杖を狙ってくるだろうと予測していた。ダンブルドアは自身の死を利用してニワトコの杖を葬る計画を立てる。杖は忠誠心を持ち、その忠誠心は杖を勝ち取ることによって移動する。ただし、計画された敗北では忠誠心は移動しないため、アルバスは セブルス・スネープに自分を殺させ、杖の最後の真の所有者として死ぬ計画を立てていた。こうすれば、アルバスから杖を勝ち取る者は誰も出てこなくなり、誰も杖の真の所有者にはなれなくなるはずだった。同年、文令箱の秘密を探るため、ボルデモート在学時に親しかった、ホラス・スラグ・ホーンを教授に復帰させる。また、ハリーに、個人教授をし、ボルデモートの過去に関する。 様々な記憶を見せ、ボルデモートが複数の分霊箱を作成したことを教える。1997年6月、ハリーと共に、ボルデモートの分類箱の一つ、サラザール、スリザリンのロケットを発見し、それをホグワーツ城に持ち帰ったところで、アルバスの命を狙うドラコマルホイに遭遇。ハリーを守ろうとするがドラコに武装解除される。これにより、 ニワトコの杖の中精神がドラコに移動する。その後、スネープがダンブルドアにとどめを刺すが、ダンブルドアが最後の所有者のまま死ぬ計画は失敗する。116細ボーツ。後に、ニワトコの杖は、アルバスの遺体と共に墓に葬られるものの、ボルデモートに奪われる。だが、最終決戦で、ハリーが取り返し、元の墓へ戻される。死後死後は、 校長室の肖像画となり、校長となったスネープに指示を与える。また、ハリーが仮死状態になった時、ハリーの頭の中に現れ、ハリーが文芸箱であったことや、ボルデモートがハリーの地の守りを取り入れたために、ハリーが死なない仕組みとなったこと、ハリーの杖がボルデモートの杖の資質の一部を吸収していたことなどを教える。また、自分の過去について語り、 死の秘宝のことや妹に対する自席の念などを語る。常に茶目っけたっぷりな高校屋で普段は周囲の人間と穏やかに接している。基本的に他人に情けやチャンスを与える人間であり、退学にされたハグリッドを森番の訓練として学校に残し、人道に噛まれたディーマス・ルーピンの入学を許可する。 人生について悩んでいたミネルバマクゴナガルを元気づけたりもする。また、ならず者のマンダンガスフレッチャーの危機を救い、スネープのように過去に過ちを犯していても、悔い改めようという意志を見せた者は誰であれ、仲間として受け入れる。それゆえ、悪に染まったボルデモートを救えないことを誰よりも、悲しんだのは、ダンブルドアであった。一方で、非常に冷徹に作戦を立てる、 策略家の面もあり、ボルデモートを滅ぼすために、ハリーの死が必要だと判断すると、冷徹に、ハリーを死に導く計画を立てたりもする。作者はダンブルドアについて、マキャベリ的な作望家と発言している。しかし、決して冷血な人間というわけではなく、ハリーのことを思いやり、彼にいつ予言のことを伝えようかと迷う。また、 家族に対する非常に強い自責の念も抱えており、溝の鏡を覗くと家族が見え、相手の最も恐れるものに姿を変えるマネ妖怪。ボガートは妹の遺体に変化する。蘇りの石を見つけた際には、家族に謝るために使おうとする。過去に自身が栄光や名誉を求め、権力欲や自己顕示欲を持ち、グリンデルバルドと意気統合して、妹の死を招いたことから、 以降は、栄光と権力を前にすると判断力を失うという自覚を持っている。魔法大臣へ就任するよう何度も壊れながら、それを拒否し続けたのはそのためである。その他、死の秘法に未練を持つあまりジェームズから透明マントを借りる、自分があり穴を死なせたと思いたくないあまり、グリンデルバルドより自分の方が強いことを受け入れたくなくて、戦いを先延ばしにするなどといった心の弱さも、 持っている。結果的に、透明マントをジェームズから借りたため、一家はハリーを除き、死から隠れることができなかった。前日の通り、ホグワーツでは、模範生として見習われ、入学後1年で、ホグワーツ始まって、以来の秀才との評判を得て、在学中に様々な賞を獲得し、NEWT 試験でも、これまで見たことがない杖使いと評される。 その優秀さは終生変わらず、魔法に関しては、作中でも、グリンデルバルドやボルデモートと並んで、トップクラスの技量の持ち主とされる。前編を通して、最強の魔法使いであり、波の魔法使いでは、到底、ダンブルドアの相手にはならず、庭床の杖を所持していたグリンデルバルドにも決闘で、勝利した。この決闘は後世にまで語り継がれる伝説となっている。また、 第五巻の神秘部の戦いでは、歴戦の闇払いたちと渡り合えるし、食い人を一人で、一網打尽にし、ベラトリックスを一方的にねじ伏せる。好戦的な性格のベラトリックスでさえ、ダンブルドアが操る立像が迫るのを見て、悲鳴を上げる。ボルデモートですら、激闘の末に逃亡を余儀なくされる。スさマジーまでの魔力を有し、さらに庭の杖の使用により発せられる呪文の、 強さは退治した人物だけでなく、周囲のものまでも戦慄させる。ダンブルドアの存在ゆえにボルデモートはホグワーツにだけは手出しができず、またグリンデルバルドはイギリスでは一切事件を起こさなかったとされる。また、言語能力にも優れており、作中ではマーミッシュを話す描写があるほか、パーセルタングも理解している。 ただし生まれつきのパーセルマウスではない。洞察力も高く、ダンブルドアの水量は、代替が当たり、地の守り、魂の分割、杖の資質などについて、水量もあるが、驚くべき正確さで洞察する。ただし、ダンブルドア自身は、波外れて賢いゆえに、誤りも大きくなってしまうと述べる。魔法界育ち特有のセンスを持ち合わせつつ、 マグルについて正確な知識を有しているケウナ、魔法使いである。マグル界の情報収集にもおこたりがなく、第4巻、炎のゴブレットでは、マグルの新聞を、第6巻、謎のプリンスでは、マグルの雑誌を読んだと語る。これにより、フランク・ブライスの死の真相を見抜いて、ボールデモートに関するヒントを得る。また、ダンブルドアが記した、遊詩人、ードルの物語の解説文には、 マグルの詩人アレキサンダー・ポープの人間論の一節が用いられている。なお、ダンブルドアの守護霊は、不死鳥である。カエルチョコレート付属のカードによれば、趣味は、室内楽とボーリングである。ダンブルドア自身の弁によれば、現在、その情熱は生徒たちと、文学、錬金術、そして厚い毛糸のソックスに注がれているとのことである。歌詞が好きで、特にマグル界の甘いものが、 好物にあたるジンクスがあるので好まない。ダンブルドアが校長であるときは校長室に入る合言葉はすべて歌詞の名前である。また好きなジャムはラズベリーで、シャーベットレモンというマグル界の飴をま幕ながるが、大事な話をしようとしている際に進める場面もある。父は魔法使いのパーシバルダンブルドア。母はマグル生まれの魔女のケンドラダンブルドア。弟はアバーフォース、ダンブルドア。 妹は、アリアナ・ダンブルドア。映画、ファンタスティック・ビーストでは、アウレリウス・ダンブルドアという弟がいるとされる。様々な魔法使いと交流があり、特に親しい友人としては、共同研究者のニコラス・フラメル、学友のエルファイアス同時、教師仲間のホラス・スラグホーン、窮地の中のアラスター・ムーディの名前が挙げられる。 このうち、同時とムーディはアルバスが結成した、不死鳥の騎士団のメンバーでもある。他に親しい人物として、前述のバチルダ・バグショットやグリセルダ・マーチバンクスなどが挙げられる。ホグワーツの教師陣や、不死鳥の騎士団員など、様々な魔法使いに尊敬されており、特にダンブルドアに、恩義のある同時、ハグリッド、マクゴナガル、ルーピンなどはダンブルドアに、 絶大な忠誠心と信頼を寄せている。ダンブルドア自身も部下の騎士団員にそれなりの信頼を見せる様子が描かれている。ゲラート・グリンデルバルドとは若い頃、短期間ながら信仰があり、当時自分と唯一対等な人物として非常に惹かれていた。小説完結後、作者はダンブルドアは男性に恋をしたことがあると明言したが、 ダンブルドアが恋をした相手とは、グリンデルバルドのことである。弟アバーフォースは、アルバスが妹を帰り見ず、グリンデルバルドとの計画が、妹の死を招いたことから、世の中の多くの魔法使いと違い、アルバスを尊敬の目で見てはいない様子である。また、敵対する者には容赦ない態度を取り、第4巻や第5巻では、ボルデモートの復活を認めない。 魔法省に対して毅然とした態度をとる。また、祝匹人に対しては、徹底的に容赦がなく、第四巻のクラウチジュニアや、第五巻で神秘部にいた者たちに対し、怒りの行走を見せる。ハリー・ポッターは愛する教え子であると同時に、修正の敵であるボルデモートを唯一滅ぼせるもので、あるため、生まれた時から非常に気にかけていた。それを差し引いても、勇敢で謙虚。 斧が一番大切に思う愛の尊さを知っていたハリーには大きな愛情を抱き、時に普通の生徒以上に熱く偶することもある。そのため入学してから様々な苦難に合うハリーに何かと心を砕き、ここぞという局面で力を貸す。しかし一方でハリーをボルデモート打倒のための兵器とみなすようなところもあり、スネープは今までハリーを守ってきたのは ふさわしい時に死なすためかと非難する。ハリーもダンブルドアには大きな信頼を寄せるが、薪を進めるごとに明らかになるダンブルドアの暗い、側面や弱さを知って驚き、一年生の頃にダンブルドアに対して抱いていた理想を崩され、厳滅の悲哀を味わう。またダンブルドアが、ハリー自身に学ばせる一環として、秘密主義を徹底したため、真実を教えないダンブルドアに苛立ち、 感情が不安定な時は非難することもある。しかし死してなおハリーには偉大な人物として大きく影響を残し、最後にハリーの意識の中にもすべての答えの体現として現れる。また、戦いが終わった後、生まれてきた自身の次男にダンブルドアのファーストネームをつける。スネープは当初敵対していた関係上、突如ポッター家の保護を自分に頼みに来たことに不信を抱き、 その内容が、リリーだけを守るもので、彼女の夫と、息子は帰り見ないと知ると、見下げ果てた奴と軽蔑していた。その後、ポッター夫妻が亡くなると、絶望するスネープを悟し、愛する女性の子供を呪われた道に引きずり込んだ罪を、贖がなようにと、自身の駒として働かせるようにした。しかしリリーへの思いの深さや、恩人に対する義理方さ、使命のためなら、 死をも意図わぬ勇敢さを知って、スネープを見直すとともに、自身とボルデモートの二重スパイという汚れ役まで担ったスネープには大きな信頼を寄せ、庭との杖がボルデモートには当たらないようにすべく、スネープに自身の殺害を任せる。その一方で、リリーとの関係が崩壊しても、なお、彼女のために自分のすべてを犠牲にしようとしているスネープの生き様には、 哀れみを抱いてもいるようで、彼がリリーと同じ形をした守護霊を見せた際には涙を流す。恋愛2007年9月19日の米国ニューヨーク市カーネギーホールでの講演で原作者であるローリングは若いファンからダンブルドアは真実の愛を見つけたかとの質問を受けた。これに対しローリングはダンブルドアのことはずっと同性愛者であると考えており、 ゲラート・グリンデルバルドに恋愛感情を抱いていたことがあると語った。グリンデルバルドがダンブルドアの気持ちに気づいていたかどうかについては明言を避けた。この恋愛はダンブルドアの大いなる悲劇であるとローリングは語る。ダンブルドアが魔法使いによるマグル支配の考えに傾倒した背景には原作で描かれていた動機に加えて上記の事柄が複雑に絡み合った結果であると ローリングは明かしている。彼は恋愛感情を抱いた時点で人道上の指針を完全に失ってしまいました。一連の事件を通して自身の判断力に強い疑念を抱いてしまった。彼はそれ以降は誰を好きになることもなく生涯独身を通し学問に身を捧げたのです。ありがとうございます。